本当に申し訳ないのですが、まだ半蔵門線内で走っていると思ってませんでした。本日は8月9日、錦糸町から押上までの乗車です。現在乗っていますのは東急8500系。こちら最古さんは1975年製です。東急田園都市線に導入されて早45年以上。今もまだ一部編成が走り続けています。設備の古さがゆえ、まるで営団地下鉄時代にタイムスリップしたかのような気分です。自動放送がない車両も都内にはほぼ残ってませんよね。個人的にはこの音質があまり良くない密閉放送好きです。列車は終点の押上に向かってもう一踏ん張りしています。後輩である東急の車両たちに負けないよう半蔵門線を爆走します。最近の車両は仕切り板も巨大になってきましたが、東急8500系には仕切り板なんて概念はありません。また、足元の暖房も暑いです。暑いかどうかはさておいて。ホームが見えてきました。東急8500系は2022年度までの置き換えが決まっているので、こういったモダンでキラキラした東京メトロのホームに昭和の車両が来るのも、もうあと少しになるわけですか。冒頭でも述べましたが、失礼ながらすでに引退していたかと思いました。ドアチャイムは奏でずに押上到着。車両は折り返して中央林間行きになるそうです。にしてもこの車両とホームドア、どことなくミスマッチ感がします。3色 LED に改造されています。方向幕で運行していた車両もいたのですが、2020年に引退。現在はその車両は東急テクノシステムに譲渡され、生体保存されています。何かと深い歴史がある東急8500系。東急電鉄では初めて、ATC と呼ばれる自動列車制御装置を搭載した車両です。東急の名車として、これまでの東京でも、そして譲渡先の長野電鉄や秩父鉄道でも、思い出に残る車両でいつも大体ものです。長野電鉄にも企画感が存在するので、ある意味譲渡された編成は、帰ってきたと言ってもいいのかもしれませんね。でもその一方、結構な数の編成が廃車になっています。かわいそうだけど仕方ない。8500系は田園都市線では10両でアクセット運行していましたが、長野電鉄では3両へと単編成化がされています。でもなんか3両でも似合っている気がします。というわけで本日は東急8500系特集でした。ちょっと短いですが、この辺で。ご視聴ありがとうございました。